ワコビアセンターワコビアは、かつてノースカロライナ州シャーロットに本拠を置いていた、米国の大手金融機関である。多様で幅広い金融業務を展開しており、一般的な預金のほか、被災管理、コーポレートバンキング、投資銀行業務などを行った。リテール分野では、ワコビア銀行として、コネチカット州からフロリダ州、西はテキサス州まで、 東部を中心とした15州で活動。西部においても合併、統合処理中のウェスタンフィナンシャルバンクをカリフォルニア州に持っていた。また、ワコビア証券は全米、及びラテンアメリカ6カ国においてリテールの証券売買仲介業務を行う。このほか世界各国に40の支店を構えていた。2009年よりワコビアの商標が ウェルズ・ファーゴに3年間で順次転換していくことが発表され2011年10月15日にノースカロライナ州の最後の支店がウェルズ・ファーゴに転換され消滅したこの水退期にはメキシコの麻薬カルテルに関係した資金洗浄が摘発されて2010年3月にワコビアは1.6億ドルの過料を払うことになった今日のワコビアはファーストユニオン社と 旧ワコビアの合併により誕生した。両者はこれを対等合併と発表したが、ファーストユニオンの本拠シャーロットが現在も引き継がれていることからわかる通り、実際のところは、ファーストユニオンによる旧ワコビアの買収だった。ファーストユニオンはシャーロットに本拠を置く巨大金融機関であった。2001年に旧ワコビアを買収し、存続会社の称号にはワコビアを残した。 かつては、ファーストユニオン、ナショナルバンクオブ、ノースカロライナと名乗っていた。1958年に金融機関3社の合併により設立された。同行は、ワコビア買収以前にも80以上の金融機関を買収している。コアステート買収の失敗フィラデルフィアに本拠を置く、コアステートフィナンシャルは、1998年にファーストユニオンに買収された。 この買収は結果として大失敗に終わった。ファーストユニオンはコアステート買収後、両社のコンピュータシステム統合を迅速に終了させようとした。しかし、旧コアステート社員は新システムに不慣れであったため、旧店舗間の取引ではトラブルが続発。預金振込みや貸し出しなどに支障をきたし、大量の顧客を失った。 さらにその後、合併にあたって実際の帳簿価格の4倍もの費用をかけていたことが判明している。コアステートを含めた相次ぐ金融機関買収、それに伴う失敗が重なり、ファーストユニオンの成長は鈍化。1999年には数千人の婚員解雇を迫られた。ワコビアバンクトラストは1911年、 ワコビアナショナルバンクとワコビアローントラストの合併により誕生した。両社はノースカロライナ州ウィンストンセーラムに本拠を置いていた。1986年12月12日、旧ワコビアはファーストアトランタを買収。アトランタナショナルバンクとして1865年9月14日に設立された同行はアトランタの最古産の銀行であった。これにより、旧 ワコビアは、米国でも珍しい、本社機能を鬼都市に置く体制となる。1998年、旧ワコビアは、ジェファーソンナショナルバンクとセントラルフィデリティバンクを買収。2000年には、旧ワコビアとして、最後の買収となる、リパブリックセキュリティバンクを手に入れ、フロリダ州の営業網を獲得した。2001年4月16日、ファーストユニオンが、旧 ワコビアとの経営統合を発表した。形式としては共同出資による対等合併だったが、前述の通り、事実上ファーストユニオンによる旧ワコビア買収である。この発表は金融関係者に大きな衝撃を与えた。旧ワコビアが2000年に経営危機に陥り、買収対象としてみなされ始めた頃、サントラストに身売りする、いわゆる タバココーラ合併の観測が強かったためである。ワコビアのマイ CEO バットベーカーは、ファーストユニオンとの合併を秘密裏に進めるため、ファーストユニオン CEO 兼トンプソンとの交渉をモーテルで行っていた、と後に語っている。この合併に対しては、各方面から批判の声も上がった。特にアナリストらは、 ファーストユニオンによるコアステート買収時の悪夢が繰り返されることを恐れていた。また、ウィンストンセーラムの市民や政治家からは地元の有力企業が買収されることによって雇用面などで死にマイナス影響を及ぼすことを懸念していた。ウィンストンセーラムはシャーロットに比較し極めて小規模の都市であり、新銀行の本社機能がシャーロットに集中されるのは明らかだった。 結局、ファーストユニオンは資産管理部門とカロライナ地区の本部をウィンストンセーラムに置くとしたことで、こうした不安を沈めた。2001年5月14日、アトランタに本拠を置くサントラストがファーストユニオンに対抗し、旧ワコビア買収を発表。金融セクターにおける初の敵対的買収工作であった。かねてからサントラストは長年断続的に旧、 ワコビアと合併交渉をしていると噂されていた。このタバココーラ実現のためにサントラストはより円滑な合併手腕を強調。ファーストユニオンよりさらに高額の株式買取を提示した。しかし、旧ワコビア経営陣はサントラストからの提案を拒絶。ファーストユニオンとの合併を是が非でも進める決意を改めて示した。それでもなお、 サントラストは買収工作を続け、夏を過ぎてもファーストユニオンとの冷戦状態にあった。互いに買収金額を引き上げ、新聞広告を打ち出し、株主に書簡を送り、ついに決着は法廷に持ち込まれた。ファーストユニオンは、ノースカロライナ州議会に対して、ロビー活動までも行い、サントラスト側に不利になる、要企業等地方を改正するよう求めた。 最終的に同年8月3日、旧ワコビア株主は、ファーストユニオン案に賛同。株主らは、特に、サントラストの提案、ワコビア経営陣の刷新を心よく思わなかった、ようである。こうして、旧ワコビアをめぐるサントラストとの交房は集結した。残った課題は、クレジットカード部門であった。2001年4月、旧ワコビアは、 クレジットカード部門を80億ドルで売却することで、バンクワンと合意していた。一方、ファーストユニオンはすでに2000年8月、クレジットカード部門を独立系のクレジットカード会社、アボナに売却していた。統合される両社の事業部門が別々に売却されることについては、後に各社間で交渉がなされた。結果、二千一年九月、新しいワコビアがバンクワンから、 クレジットカード部門を買い戻し、アボナに再売却することとなった。買い戻しにあたって、ワコビアは、バンクワンに3億5千万ドルを新たに支払うこととなった。2001年9月4日、ファーストユニオンと旧、ワコビアは、正式に合併し、新生、ワコビアが誕生した。コアステートの失態を教訓とし、新銀行は、システム統合を慎重に進めた。 両校が店舗を持っていた米国南東部から新システムへの切り替えを開始し順次北東部へと移っていった全店舗で作業が完了したのは2003年8月18日で実に合併から2年間を要したことになるまた旧ワコビアとファーストユニオンの合併後各地に立つファーストユニオンの名を掲げる高層ビルはすべてワコビアにその名を変えたシャーロットにある 1> 第1第4ファーストユニオンビルは、第1第4ワコビアセンターにそれぞれ改名。マイアミのダウンタウンにある55階建て、ファーストユニオンタワーは、ワコビアタワーに改名した。同様に、ファーストユニオン保有の競技施設にも影響が及んだ。ファーストユニオンセンター、ファーストユニオンスペクトルや、ファーストユニオンアリーナなども、現在では、ワコビアセンター、ワコビアスペクトル、 KC プラザワコビアアリーナとして知られる。コアステート買収と比べれば、ファーストユニオンと旧ワコビアの合併は大成功に終わった。新銀行の着実な戦略によって、かつてのような大規模な顧客離れは起きなかった。それどころか、新しいワコビアは誕生以来、各種の顧客満足度調査において、毎年第1位を獲得している。加えて、 同行株価も力強い上昇を続けており、旧アコビア以来の株主にも十分な利益還元を実現している。これは買収工作に力を注いだあまり、現在では株主からの批判にさらされているサントラストと対照的だ。この背景には全身の両者の社風の違いがある。ファーストユニオンが合併、買収を重ねて成長した革新性。 企業家精神を司かさどん自主社風であったのに対し、旧、ワコビアは優れたリテールサービスで知られていた。この違いはそれぞれ強みとなって保管機能を果たし、新生ワコビアの成長を支えた。2004年11月1日、ワコビアはアラバマ州バーミングハムに本拠を置くサウストラストを143億ドルで買収。これによりワコビアは米国東部で最大 全米でも第4位の資産規模を誇る銀行持ち株会社となった。店舗数では全米第2位である。ホーブス氏による2006年版米国企業番付500では第57位にランクインしている。子会社のワコビア証券は2003年7月1日にプルデンシャルフィナンシャル参加のプルデンシャル証券を合併しており、ワコビアが62%の株式を保有している。 預かり、資産では全米で第3位のリテール証券会社となった。2005年6月、ワコビアはかつてクレジットカード事業を売却したアボナの買収交渉に入るが、買収金額で折り合いがつかず決裂。数週間後、アボナはワコビア最大の競合相手バンクオブアメリカに買収されることで合意。2005年11月2日、ワコビアは アボナとのクレジットカード事業での提携を終了し、独自にクレジットカード部門を立ち上げると発表。2006年夏にも開始する計画としているが、クレジットカード会社キャピタルワンを買収するとの観測も依然根強い。キャピタルワンを買収すれば、すでに安定した顧客基盤を獲得できるだけでなく、ルイジアナ州やテキサス州におけるプレゼンスを高めることもでき。 ワコビアにとっては極めて有利である。ちなみに、キャピタルワンはかつてシグネットバンクの参加で、そのシグネットをファーストユニオンが買収した経緯がある。ワコビアにとってカリフォルニアでの地位工場が長年の悲願であった。2006年、ウェスタンフィナンシャルバンク買収を足がかりとし、カリフォルニア進出。カリフォルニア南部の19店舗を手に入れると同時に、 オートロオントリアいは現在の2倍以上になり全米9位の規模となる。同年5月8日、ワコビアはゴールデンウエストフィナンシャルを242億ドルで買収することで合意した。これによりワコビアは西部10に広がる285の店舗網を手に入れた。ゴールデンウエストはカリフォルニアにおいてワールドセービングバンクのブランド名で320億ドルの預金を扱っており、 ワコビアの悲願はとりあえず達成と言えよう。2008年9月にアメリカで生じた金融危機はワコビアの急激な株価下落をもたらし、一時は同じく損失の拡大していたモルガン・スタンレイとの合併の可能性も報道されたが、同月29日、アメリカ連邦預金保険公社はシティグループが銀行事業を21億ドルで買収することを発表した。 この買収には、ワコビアが保有している資産の損失が一定額を超えた場合には損失補填が受けられる、条項が入っている。これにより、新銀行の資産は2兆9000億ドルに上り、世界最大級になるはずだったが、経営不安を払拭するには至らず、10月3日に、今度は、米銀準大手のウェルズファーゴが、ワコビアの株式を約151億ドルで取得すると発表。 同時に、シティグループによる合併をワコビア側が一方的に撤回することとなった。買収合意を保護にされた、シティグループは、ワコビアとウェルズファーゴの両者を相手ドリ法廷闘争に持ち込んでいたが、金融危機のさなか訴訟の長期化を避けたい米、連邦準備制度理事会が仲裁に乗り出したこともあり、10月9日、シティグループは、ワコビアの銀行部門を断念するに至った。 ただし、シティグループは両校に対処合計600億ドルの損害賠償を求めた訴訟は継続する。新生ワコビアのコーポレートアイデンティティはインターブランドが手掛けた。ファーストユニオンの緑色、旧ワコビアの青色、それぞれのコーポレートカラーを引き継ぎ、銀色の波がモチーフとした前衛的なロゴが誕生した。セリフ体のロゴタイプは旧ワコビアを継承している。 全室のスタジアムなど、ワコビアは、スポーツ振興事業にも、積極的である。シャーロットで開催される、PGA ツアートーナメント、ワコビア選手権のスポンサーである。また、以下のチームのスポンサーでもある。また、フィラデルフィアで開催される自転車レースのスポンサーも、務めていたが、この大会は、スポンサー銀行の合併、買収が、相次ぎ、何度もその名前を変えてきた。 ワコビアは2005年からスポンサーを売り、代わってコマースバンコープが主催する。2006年以降はフィラデルフィア国際選手権となり、特定企業の社名が入らなくなる予定。ワコビアの競合する、米金融機関日米市場で、業務提携。ありがとうございます。